はい、えー、こんにちは。あの、ネットワークビジネスの、なんかね、その、情報発信している方でね、もう、ネットワークビジネスに関わってる方は、誰も被害者がいませんっていう風に、ネットワークビジネスやってる人は言うけども、全員被害者だよっていう風にね、突っ込まれてましたね。うん。まあでも何を被害とするかですよね。ネットワークビジネスに参加して、 初期費用30万かけた。それからいろんな勉強会に出て労力をかけた。友達はいなくなった。だけども、だけどもネットワークビジネスに関われてよかったと思えることを自分で見つけられたらそれは大いなるプラスだと思うんですよ。でも逆にですね、ネットワークビジネス依存、アップライン依存、会社依存して自分では何にもせずに儲けようと思えば、それは被害は拡大すると思うんですよ。でもそれをもってね、ネットワークビジネスのせいにするのはどうかなと思うんですよ。で、一つの理由として、 ネットワークビジネスを選んだのは誰なんですかってことと、ネットワークビジネスを扱えなかったのは誰なんですかってことなんですよ。そうなってくると、まあ、ここで出てくるのが自己責任なんじゃないかと思うんですよね。そもそもネットワークビジネスでなんで借金ができるのか、その仕組みっていうのがね、全く口頭向けですよね。で、借金ができてしまう人の多くの例っていうのは、自分で商品を買い込んでるんですよね。使いもしないのに。で商売になんないじゃないですかと思うんですよ。なんで使わないものをたくさん買って、売りもしないのに自分の家の押し入れに入れて儲かると思うのかと。と それで借金ができて首が回らわなくなったら何とかっていう会社のせいだっていうのょっとおかしいんじゃないかと思いますよね誰がその商品買ったんですかと身の丈に合わないような収入に合わないようなものを買って何をしようとしたんですかということですよね真っ当なビジネスができれば別に自分で対応に買うこともないですし人に買い込みを進めることもないんですよとりあえず集客して会社の商品を案内して売れればいいわけでしょそう考えたらねネットワークビジネスかかって借金ができちゃったっていうのは 何とも言えない気がしますけどね、挙句にはネットワークビジネスのせいにするっていうかね、何なんだろうなと思いますよね。プロ野球選手を目指して、プロ野球に入れませんでしたとか、入団はしたんだけども、2軍のままでしたとか、怪我をして早期引退しました、これ全部野球のせいですかね、うんどうなんでしょうか、怪我をするのは自分のせいのような気がするんですが、まあ、そういうふうに考えていった方が、少なくとも納得感はあるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。いってらっしゃい